RPO ュメ入りロケットランチャーは1970年代にソビエト連邦で開発された携帯式ロケットランチャーである。製造元では火炎放射器として区分されている。RPO は単発式で折りたたみ式のトリガーグリップとフォアグリップを有する。個人傾向時には背中に2機1組で傾向し、傾向者は 他人の助力なしで RPO を取り出して射撃することができる。RPO のロケット弾は工場での製造段階においてキャニスター兼用のランチャーに封入されており、ランチャーは発射後に廃棄される使い捨てである。なお、ロケット弾の品質保証期限は10年である。RPO シリーズには以下の3種類が用意されており、用途を表す最後のアルファベットで区別する。 これらの弾頭は、主に統治下や家屋などの構築物や、それに立てこもる敵兵への攻撃を念頭に置いたものであり、RPG シリーズのそれとは違って対戦者用の成形作薬団は一切用意されていない。アフガニスタンで作戦行動を行うスペツナーズ一番左側の兵士が RPO を傾向している RPO シリーズは、アフガニスタンにおける 軍事行動で初めて実戦投入され、山岳地帯の洞窟や家屋に立てこもるムジャーヒディーンを攻撃するのに使用された。ソビート連邦の崩壊後もチェチェン紛争において、ロシア連邦軍がチェチェン独立派の不評が牢上している、建物の総統に使用している。また、2004年のベスラン学校選挙事件においても、ロシアの特殊部隊が突入時にこれを使用している。 ありがとうございます。